F-35B 戦闘機が納入、ニュータバル基地での運用が始まります。そこで護衛艦イズ、モノマジで、やばい運用を、今回は、詳しく見ていきますね。アメリカ海兵隊による認証プログラム時の光景は、本気で感動しましたよね。24年には、これが本格的に始動します。馬毛島も急展開。2022年は、振り返って思い起こしてみると、海上自衛隊では、艦艇記号で DDH と称されるヘリコプター搭載型護衛艦の、いずも、が、航空母艦海の改修の第一段階を無事クリアしたことを確かめられた一年だったように感じる。前年の2020年より、いずもが建造された造船所であるジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第1回目の航空母艦化改修を経て、2021年10月には艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦テストを成功させた。これが実施されたのは、四国の沖合の洋上だと防衛省から発表されているが、無論、日本は F-35 ライトニング 2B 型を、現在、進行形で調達途上にあり、これには、山口の岩国基地所属のアメリカ海兵隊の同期が協力したものだ。防衛省、海上自衛隊では、この時の、いずも、への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を収めた2分強の動画を SNS 上で公開しており、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態を簡単に視聴することができる。第一段階として、2020年から2021年6月の改修工事で、いずもに施された内容は、全通式の飛行甲板への F-35 ライトニング 2B 型のエンジン排気熱に対する耐熱加工が主であり、見かけ上は従来とさほど変わってはいない。大まかな、いずもの今後の航空母艦化の流れを挙げてみると、まず、来年2022年中に、アメリカ本土の東海岸の基地において、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けることが予想されている。以後の2023年ら2024年にかけても、日本に戻った、いずもは、2021年10月と同様に、アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を必要に応じて求めながら、その運用ノウハウの蓄積に従事していくものと思われる。そして、2025年に、2度目の改修工事を迎え、現在は、進行方向の先端部分は、台形となっている飛行甲板の形状に手を加え、アメリカの強襲揚陸艦等のような四角形に変更することで、外観からも、はっきりと航空母艦化が認識できるようになるとされる。ちなみに、この飛行甲板の先端部の形状変更は、施されていない現状でも、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は、前述のように可能であり、アメリカ東海岸への開港時にも、それは、未実施の状態で、認証を取得することとなる。今回 SNS 上に公開されている動画でも、アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型は、艦首部に向けて、スルスルと短距離滑走を行い、台形状の艦首部飛行甲板から問題なく発艦していく様子が確認できる。では、なぜ艦首部の飛行甲板を台形状から四角形に改修するのかといえば、飛行甲板そのものの面積を拡張することで、そこに路中スペースを確保することと、それに干渉しない F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離確保が目的とみられている。これは、航空母艦化改修が完了し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、いずもが運用可能となった場合でも、現状と同じく、対潜哨戒任務などにおいては、
SH-60J ヘリ等の運用を継続するためとも言われ、複数用途への対処を基とするものだ。また、今年2021年に極東地域に派遣されたイギリスの航空母艦クイーン・エリザベス等とは違い、艦首部分にスキージャンプ式の発艦装置を設けないことも、こうした出雲らの対潜哨戒能力の維持が関わっているようだ。出雲片護衛艦は、艦首部の水面下の部分に対潜哨戒用の大型のソーナー設備を搭載しており、これが大きく重いことから重ねて艦首部分を重たくするスキージャンプ式の発艦装置は、艦のバランス上から見合わせたとも言われている。また、前述の飛行甲板の四角形化にて触れたように、せっかく飛行甲板を拡張しても、スキージャンプ式の発艦装置を備えた場合には、やはり、甲板上の路中スペースを損なうこととなってしまうため、その意味下からも採用されないようだ。本来、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用のみに注力すれば、燃料や兵装を多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置が、最も運用効率には優れていると言えるが、海上自衛隊では、それだけに集中はさせられないのだろう。さて、出雲、だが、同型艦で、2番艦の、加賀、も、同様に航空母艦化改修が予定されているが、こちらは、実は、出雲より早く、来年2022年からの第1回目の工事で、艦首部の拡張を含む大改修が行われる予定となっている。加賀は、その後の2024年に、アメリカ本土の東海岸の基地に出向いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られており、これを終えた後に晴れて、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入る見込みだ。そのため、出雲よりも先に、加賀は、2026年頃には、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築するものと考えられており、出雲は、この翌年の2027年頃に同様な状況となるものと、現時点では考えられている。そもそも、出雲や加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型だが、航空自衛隊では、全42機を調達する計画で動いており、その通常時の配備場所としては、宮崎県のニュータバル基地を、有力候補地として、国が発表している。加賀は、広島県の5基地を母港としている艦であるため、ニュータバル基地は、距離的にも理想的な位置にあると思われ、また、同時に新設が進む予定の鹿児島県の馬毛島にも近く、訓練の効率化や南西諸島防衛に、ベストな立地と言えそうだ。しかし、やはりという、海部35ライトニング 2B 型がニュータバル基地へ配備される予定だと公表されると、日本に特有の団体がまたざる行動を始めており、騒音の被害を名目にその配備反対を主張していることが報じられるに及んでいる。ニュータバル基地自体は、既設の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも、F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されており、常識的に考えても、同期に、比べ F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が、著しく激しいなどということが考えがたいことは明らかだ。また、鹿児島の馬毛島にせよ、反対派の市長が当選したとはいえ、そこに自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は、国が下した国防政策であり、どちらが優先かは明らかだろう。そうした視点、観点を無視して、軍事施設が存在するから、
敵の攻撃目標にされてしまうのだと、本末転倒な主張を繰り返す勢力には、では、南西諸島への中国の圧力に対抗する有効な代案とは、何なのかを提示する義務が求められよう。それをなくして、日本の軍備に関することのみに、必要に反対を主張するのであれば、まさに、反対のための反対が、目的の団体、活動だと非難されても、仕方のない集団だと、自ら認めることに他ならないと思えてしまう。まあ、実際には、航空母艦化が完了した後の、出雲、と、加賀、も、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は、最大でも十数機程度と見られ、航空戦力としての数値として、微妙とも言われるが、それ以前の問題が、日本には多そうだ。